関西玉皇とは三国史で有名な諸の英傑、寛は将軍の神格化である。義教神に富み、その忠説を称えられた、関は将軍は、神義霊知神のご徳歌謡灼僧の人智里弘兄の義兵職たち明の霊を全滅させた、英知担当不快の神、木下坊根、両将の優などを貫き通した生涯だったが、死後、玉仙山で彷徨っていたところ僧侶が里したところ、 ようやく関は将軍が取り終えて成仏したという、来玉戦山に神としてに祀られた。現在は、道教の最高神である、玉皇大帝の位に憑かれており、玉帝、天皇、関皇とも呼ばれ、渋垣の裏の日の世紀を象徴し三十六天、三千世界、七十日、千回、神回、深海、仏回、実月精神、奥一万精霊、天地万物を闘魚する。 宇宙最高神であり、初心を統率し、五条八徳、文武創前を司る。政党銅像によれば、ライブ山横島市、沖風場春城、進む首馬台、進む五国と東軍平昌政治、数年間くん、関元水皆わざ、雲町や、戸台竹の大奮土当店、和地さつき首馬台、進む関話などの信号に封ぜられたと言われている。 1863年頃、南天文公制定の職に就かれていった際に、新選会の総選挙で三強成人の推薦により18代、玉皇大帝の位に昇格される。ありがとうございます。